細麦は稲科、毒麦属の多年層。原産地はヨーロッパ。牧草として世界中で用いられ、そのほとんどの地域で、幾化植物として雑草化している。形態的特徴及び生態的特徴については、栽培品種化に伴って様々な変化があるので、ここに記載したものは主に野生で見られる範囲の特徴である。形態標準和名の通り、麦様の細い葉を持つ。 灰色は光沢のある緑色、養身部の幅は2から4ミリメートル。草丈は通常30から60センチメートル程度。歩長は15から25センチメートル。こぼの長さは1から2センチメートル。通常はハナに脱ぎはない。生態ヨーロッパ原産だが、現在の自生地はアジア、北米の温帯地域及び北アフリカに広がっている。霊量かつ温和な環境や、 水分が多い土壌を好み、乾燥状態や酸性土壌を嫌う。日本での開花期は初夏から夏。多年層であるが、永年性はない。その他、毒麦属の植物種は相互に雑種を作りやすい。特に、ペレニアルライグラスとイタリアンライグラスとの間の雑種は連続的な変化を持つものがあり、良心感には明確な差があるにもかかわらず。 自生個体については判別がつきにくい。両者の基本的な違いは次の通りである。広く牧草として利用されており、ヨーロッパ、アジア、北米のほかオーストラリア、ニュージーランドでも栽培されている。また、増援用の芝草としての利用もある。基本染色体数は 2n イコール14であるが、栽培品種には4倍体 2n イコール4。 X イコール28の品種も多く含まれる。以下、主に日本国内での牧草としての利用について記述する。日本へ導入されたのは明治時代初期であったが、牧草としての利用が本格化したのは1950年代以降である。栽培適地は年平均気温8摂氏12度、生育最適気温は20摂氏25度。初期生育及び再生能力が高く、 家畜の指向性が良好であり、栄養価が高いので、牧草として用いられる。出水期の乾物率は約20%、乾物中の仮称仮養分総量は約70%である。栽培品種は和製、中製、晩製に分化しており、和製、中製は、採創、放牧向けであり、晩製は放牧専用に栽培される。日本では、大病性 耐寒性の4倍性品種の利用も多い。公的な育種機関は山形県酪農試験場と北海道立総合研究機構農業研究本部上川農業試験場店北市場がある。増援用芝草として販売されている品種は環境適応を高めるために人為的に内製菌を感染させてあり動物への毒性を持っている場合があるので飼料としての利用はできない。 イタリアンライグラスとの主観雑種、フェスク類との俗観雑種も牧草として利用されている。芝生としても使用される。特に、球技場においては踏みつけに強く、冬場に緑化する芝として、夏芝と組み合わせて、オーバーシードの材料として用いられる。競馬場の芝コースでの使用例もある。ありがとうございます。